それでは3話の防水商品ウォーターガードダブルタイトドアをご紹介します。こちらが防水試験のために用意したダブルタイトドアの実物です。大きさは幅900ミリ、高さ2100ミリ、扉厚さは103ミリです。この大型ローラー締まりハンドルを回すことで枠に扉が押し付けられて防水性能が発揮されるということです。よいしょっと、はい、できました。ちゃんと鍵もかけられるようになっています。枠と扉の接触部は二重構造になっています。だからダブルタイトドアっていう商品名なんですね。また釣り金物は枠に扉全体が均一に寄るように二軸長板を採用しています。では今から実際に水を2メートルの高さまで溜めて防水性能を確認してみましょう。こちらが建物の内部、そしてこちらが建物の外部を想定しています。それでは注水をお願いします。はい、注水開始から20分が経過しました。建物の外側の水は約2メートルの高さまで溜まっています。では建物の内部を確認してみますと、わーすごい、本当に水が滴っている程度です。かなり高い防水性能ですね。すごい。このドアの特徴は高い防水性能だけではありません。全国に点在する日本下水道事業団の下水処理施設に使用されている防水型プテクの浸水高さ2メートルクラスの基準に適合する扉強度を持っています。その強度は深さ6メートルの水圧に耐えるほどです。またここにある片開きだけではなく両開きのバリエーションがあります。防水性能の基準である20リットルパーアワー平方メートル以下をクリアしています。また材質もスチールだけではなくステンレス製もご用意がありますのでぜひご検討ください。サンゴ礁